はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのクロタンアグロを紹介したいと思います。こちらのリストですが、プロプレイヤーであるラファエル・レヴィさんがウィークリーチャンピオンシップでクロタンを使用して、その結果を踏まえて改良したリストですね。かなりメタを読んだ構成になっていて、ラクドサリストクラスに対して強い落とし子であったり、ほぼ全てのデッキに対して腐らない脅迫であったりがメインに採用されているのが特徴的かなと思います。環境にはメインから霊気の疾風が溢れ返っていて、それを完全に腐らせることができるのがクロタンを使うメリットの一つでもありますね。また壮大の破滅もほぼ腐ることがないカードなので、メインサイド合わせて4枚採用されているのもかなり特徴的かなと思います。実際に自分でも BO3 ランクで回してみたのですが、9戦回して6勝3敗という結果でした。特にスルタイに対しては3回当たって全勝だったので、割と有利かなと思います。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあ1本目勝って2試合目、まあ1マナ行きクリーチャーがいないのですが、まあ悪くはないハンドかなと。さあ相手はワンマリガン、青黒ラウンドからスタート、まあ、とりあえず脅迫を打っていきますか。ああなるほど、これはまあ螺旋を抜いていきますかね。螺旋を抜いていくことで、相手はマナ加速ができないのでかなり重たいハンドとなりますね。まあもう一枚螺旋を引かれるということがなければ割と試合は、有利に展開していけるかなと。さあ国葬の模範を構えて5、まあ、模範から、3ターン目に落とし子を出せるのがかなりいい流れですね。さあとりあえず殴って17点までからの落とし子、まあ、なんだかんだこの3マナ44飛行トランプルはかなり強いですね。さあ相手は土地を伸ばしていくことができるかどうか。まあ、永遠神の投入まで、まっすぐプレイすることができればまだ全然チャンスはありますね。さあお5マナ目を引いていますね。これはまだ全然どちらが勝つかは分からない展開かなと。うん、まあここはとりあえず7点入れて石とぐろを出す展開でいいかなと。まあ、相手が、茨の毛を出してきた場合は勝ち確定ですね。永遠神の投入の場合は、まあ、盤面は有利ではありますがまだどちらが勝つかは分からないかなと。さあここは小道を切って沼を持ってきて、まあ、永遠神の投入を打ってきそうではありますね。はい、さあこれで落とし子を倒しながら4点ゲイン、さらに4-4を出していくと。うん、次のターンに勝っていきたいので、残忍な騎士を使っていきますかね。6点入れて残り7から石とぐろを出していきますか。それがまあ、一番勝ちにつながる選択かなと。まあ、有利な盤面だからこそ手を抜かずにいきたいですね。さあ迅速な終わりを4-4に打って6点入れて残り7から、まあ、7点クロックを作るために海蛇を出していくと。これでまあ相手が、茨の毛を使ってくるのであれば、まあほぼ勝ち確定ですね。お、茨の毛からまあ除去を構える形じゃないと勝っていけますね。さあここはスクライランド。さあここでさらに、沼を立ててこない限りは勝っていけますね。さあここもタップインということで勝ち確ですね。さあ害悪な掌握を茨の騎兵に打って、7点ぴったり入れていくと。
まあ、かなり黒タンらしい試合展開でしたね。序盤ハンデスで相手の展開を邪魔しながら、こっちはねテーマ力のクリーチャーでがっつりと殴っていくと、まあ、かなり理想的な回り方でしたね。相手もねそんなに悪いハンドではなかったのですが、まあ、脅迫がかなり刺さっていったかなと。さあぴったり削って勝つと。 OK。 さあ1本目勝って2試合目、まあワンラウンドは基本的にはマリガンですね。まあ土地を引けたとしてもそんなにいいハンドではないので、ここはしっかりとマリガンをしていくと。うん、まあ良くはないですが悪くもないですね。できればハンデスが1枚欲しかったですが、さあ相手はタップインカラゴ、とりあえず打点が高い、ドブボネからスタートですね。さあ次のターンあたりハンデスを引いていきたいですが、さあここはそのままターンを渡してくる。まあ、現状全体弱体制が全くないので、まあ、全体除去を持たれてないことを願う限りですね。さあスタックでお告げ。これこっちが脅迫を持ってたら逆にありがたい展開でしたが、残念ながら脅迫は持っていないと。さあただ盤面をねどんどんと展開はできているので、相手が全体除去を持っていなければ割といい盤面ではありますね。さあスクライはトップから、まあ、2マナ息を経験な命令を使ってくる。まあスクライはトップですね。うん、ハンデスは引かず、まあここはでかくして、殴っていくしかないかなと。さあ残り12点。まあ2体であれば、全体除去はされても大丈夫ですが、さあここは失勢感。ここは土地を引きたかったですね。44で出せると、失勢感を止めることができたのですが、まあ、土地を引けなかったので、ここは仕方ないですね。さあ追加のエンチャントがあるかどうか。エンチャントがなければ、お、さあここはナーセット。これはまあ全然いけそうな感じはありますね。さあマイナス2から何を持ってくるか。ここはテフェリー。うん、まあ3点はとりあえず受けていくかなと。脅迫、うん、ここは結構難しいですね。たださすがに打っていきますか。うん、まあこれはティフェリーを抜いていくのがいいですね。さあナーセットの能力は使われたくないので、とりあえず2点は与えていくと。さあ5点取って残り8まで。イシトグロも出しておいた方がいい気はしますね。さて、おっと、まあいいか。さあこれで次のターン最大12点クロックですが、おさらにテフリーを引いてくる。まあ一旦バウンスですね。さあ殴ってきますか。14対11。お土地が引けたのは結構でかいですね。まあランクルで、クリーチャーを生贄に捧げていきたいかなと。さて、本体本体テフェリーをまあ一応落としておきますかね。678残り3。うんでいいかなと。まあ全体除去を引かれなければかなり有利な盤面ですね。生贄と、まあ、ディスカードも行きますかね。
まあ、漆黒の騎士はもういらないカードではあるので、さあここは夢さらいを捨ててくる。全体除去があるかどうか。お、さあここで投了と。 OK。 さあ1本目負けて2試合目、ハンデスはないですが、まあ悪くはないハンドですね。まあ、相手がティムール再生ということで、序盤のクロックは絶対に必要ですね。さあ相手はスクライランドからスタート。スクライはボトム。お、脅迫を引いてくるですが、まあここはクロックを優先していきたいので、国葬の模範からがいいかなと。さあ相手ショックイン、まあカウンター除去ランパン何でもありそうですね。さあここで止まってくるということは、まあ除去を持ってそうな感じですかね。はい、ここはエレボスの介入で模範を除去っていくと。ただ落とし子が通るのはかなりでかいですね。さあ44飛行トランプル、まあ、荒野の再生デッキだとかなり、倒しにくいクリーチャーですね。さあここはショックインからウールをキャスト、3点ゲインプラス1ドロー。こっちは1回止まりましたかね。さあとりあえず6点クロックで残り9点まで。ここはデュレスいきますか。さて、おお、なるほど、これは肉技場の叫びでいいですかね。これで、ドブモネが除去られないということで、お、さあここで投了と。OK。 ほい、ということでいかがだったでしょうか。まあやはり黒タンということで、ハンデスで妨害をしながらのアグロというのが、このデッキ最大の強みかなという感じですね。まあ、環境的に霊気の疾風を腐らせることができるというのも強くて、特にする対戦はね、メインで何度も腐らせることができましたね。まあ、環境末期ではあるのですが、かなりパーツが揃ったデッキではあるので、イコリアでの強化が楽しみなデッキの一つかなと思います。はい、ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。